私はパニコ、30歳。1年前に結婚し、夫のタカトと2人で暮らす専業主婦です。タカトは副社長で義父の会社に勤めています。ちなみにタカトも義父も菩薩のように優しいのよね。怒ったところなんて見たことないし、いつもニコニコしているんだもの。義両親と義実家に住む義父の母親、義祖母のルミコさんもそんな感じで、品があって礼儀正しいからお家柄なんだろうな。ちなみにルミコさんは私の兄パニーがオーナー兼店長を務める高級寿司店の常連客です。先日タカトに冬のボーナスが入った直後、夫婦でパニーのお店に食事しに行った時もルミコさんの話になりましたよ。いやー、いつもルミコさんにはうちの店をひいきにしてもらって本当にありがたいですよ。いえいえ、うちのおばあちゃんが言ってました。パニーさんと話してると亡くなったじいちゃんを思い出してほっこりするんですって。へえ、それってパニーがおじいさんに似てるってこと？ああ、純粋で一途で素直で嬉しいな。優しすぎて騙されやすいから妹としては心配だけどねそうなんだよ。この間もとある女性に告白したら、高級寿司屋のオーナーなら金持ちだろうし付き合ってもいいよって言われた。俺そんなこと言う子だと思わないで告白しちゃったよ。パニー大丈夫、パニーなら絶対幸せになれるって。私もタカトもルミコさんもパニーを応援してるからね。パニーに言っていた私だったんだけど、この数ヶ月後なんとルミコさんが他界。お葬式でギフとタカトはすっかり意気消沈し、ずっと背中を丸めていました。一方でギボはというと、ああ、ようやく目の上のタンコブがいなくなった。最高に気分がいいわ。私と葬儀場のトイレで会った時に言っていました。義母はいつもルミコさんの前で猫をかぶっていたんです。理由は住んでる家の名義がルミコさんで、嫌われて家を追い出されると住むところがなくなるし困るから。私や義父、タカトの前ではその非常識な本性をさらけ出していたんですけどね。だから私はこの人のことが内心大嫌いだったし、タカトもあまりよく思っていませんでした。ずっとヘイコラしなきゃいけなくて毎日肩身が狭かったけど、これからは自由の身よ。たとえ私の知らないところでいろいろあったにしても、葬儀場でそんな風に言うなんて最低。なぜこんな最悪な人と義父は結婚したんだろうと私は常々思っていました。タカトから聞いた話だと、義両親はお見合い結婚だったそうです。二人とも親が会社の経営者で、義祖父が社長だった時代に会社の業績が傾き大変だったらしいので、義両親が結婚した直後に義母の父親が義祖父の会社が倒産しないように手助けしたんだとか。いわゆる政略結婚みたいなものよね。義祖父母は当時義父に、お前が嫌なら見合いの話は断っていいと言ったそうです。だけど優しい義父のことだから、困っている自分の両親の助けになるのであればと考えて、義母と結婚する道を選んだのではないかしら。義母に離婚を言い渡さなかったのも、自分たちのせいで息子に辛い思いをさせていたんだと義祖父母に思わせたくなかったからなんでしょう。ただルミコさんが亡くなったことで、義母がかなりわがまま放題に振る舞うようになってしまったんです。お葬式の後、葬儀場にて食事をとっている時、お母さんってば一人で座ってバクバク食べまくってるし、お父さんとタカトと私はあれこれと忙しくしているのに、そんなの義母はお構いなしって感じでした。おまけに散々飲んだくれて文句まで言う始末。パニコさん、なんで私のビールだけ注がないわけ？シュートメイビリだわ。あのばあさんも私がちょっと疲れてリビングで休んでるだけで、少しは手伝ってくださると助かるんですけど、なんて嫌味言いまくって嫁いびりしてきてさ。ルミコさんはもちろん義母のことをいびってなんかいませんでした。ただただ義母がだらしなくて、ルミコさんがすごくきちんとしていただけ。むしろ義祖父の会社を助けてくれた義母の親に感謝していたから、娘である義母に優しく接するようにしていたの。
この人はルミコさんにバレないようによく家事をサボっていて、それが見つかった時にルミコさんに優しく注意されていたのをイビリと言っているだけです。ったく、パニコさんもいなくなっちゃえばいいのに。は？おい、なんてこと言うんだお前は。ああ、パニコさんが私をいびったのが悪いんでしょうが。お前、もう帰りなさい。お前がいたら皆さんを不快な思いにさせるだけだ。なんですって？義母は数秒間義父をにらみつけた後、テーブルに両手を叩きつけて勢いよく立ち上がると、ふっ、こっちこそこんな場所にいたくないわ。ああ、帰ってサブスクで昼ドラ見よーっと。そうして義母は一人で帰っていきました。これがとある12月の前半にあった出来事だったの。翌月の元旦、私と高人は義実家へ行きました。私は義母には会いたくなかったけど、義父には新年の挨拶はしておきたいし、行かなくちゃいけない理由があったんです。実は義実家は老朽化が激しく、ルミコさんが亡くなる前から義父が家を買う準備をしていました。もうすぐ住んでいた家と土地は売却するから、義実家にある高人の荷物を車で取りに行かなくちゃいけなかったのよ。私と高人が義実家の玄関に入って、こんにちは。ただいま、父さん来たよと家の奥にいるであろう義父に聞こえるように言うと、ああ、よく来たね。いつもの優しい笑顔を浮かべながら義父が玄関に出てきました。お腹すいたら上がんなさい。荷物は昼食を食べてから車に詰めばいい。義父に促されて私と高人はリビングへ入りました。すると、この芸人間抜けねえ。義母がテレビの前で寝そべりながら、ポテチやらおせんべいの袋を並べ、食べかすで床を汚しながら笑っていたの。母さん、パニコさんとタカトが来たよ。そんなの玄関から声が聞こえたから言われなくても知ってるわ。お前というやつはずっとゴロゴロして寿司を頼むくらいはしておけって言ったよな。ちゃんと頼んでくれたんだろうね。私も食べたかったしね。あんたが言った通り、あのばあさんの行きつけだった、パニコさんのお兄さんがやってる高級寿司屋に電話して出前を取ったわよ。そこでインターホンが鳴り、玄関から、こんにちは、パニコレ寿司です。パニーの声が聞こえてきました。お正月で忙しいのでしょう、オーナー兼店長のパニーも出前を届けているのね。パニーが来たということで、義父の代わりに私がお寿司を受け取りに玄関に出ました。あ、パニーコ、やっぱり来てたんだ。特上寿司4人前って言われたからそうだと思った。うん、やっぱり今日忙しいの？ああ、でも店はガラガラ、ありがたいことに出前がすごく出てるんだ。ああ、そうか。出前だけじゃなくて、パニーのお店毎年元旦も営業してるんだよね。まあね。じゃあ高人くんにもよろしく伝えておいて。またね。うん、頑張って。パニーから受け取ったお寿司をリビングに運んだ私。すると床に寝転がっていた義母が立ち上がり、素早く私の方へ来てお寿司を奪ったんです。はいはい、あんたのはないからね。え、これ4人前ですよね。4人前を頼んだけど、私が2人前食べるの。あんたのせいで私こないだ親戚の前で恥かいたのよ。元はといえばあんたがいるせいよ。そもそもあんたはよそから来た嫁であって、うちの人間じゃないでしょ。家族以外はのり巻きで十分よ。義母はテーブルの上にお寿司を置くと、ポケットからコンビニで売っているようなのり巻きを取り出し、私に投げつけたんです。さっきお菓子を買いに行った時、ついでに買ったの。のり巻き美味しいわよ。ありがたく食いな。私は床に落ちたのり巻きを拾い上げながら、思わずこめかみをピキピキ言わせてしまいました。こいつ、お前をさばいてのり巻きにしたろか。え、甘エビ、ウニ、イクラ、アナゴ、うん、どれも美味しそう。お父さん、さっさと私のお茶持ってきて。ああ、パニコさんのお茶はいらないからね。パニコさんは家族じゃないんだし。パニコ、パニーさんのお店に食べに行こうか。え、
あ、でもお店混んでるかな。いや、さっきパニーが言ってたけど店内はガラガラみたい。そう、じゃあ行こう。父さんも一緒に行こうよ。ああ、そうするよ。ちょっと待ってくれ。自分の部屋から浮気取ってくるから。そう言ってギフが2階の自分の部屋へ行った直後、せっかく出前取ったのにお店に食べに行くの？じゃあ私も上着取っ、俺の車に母さんの席はないよ。え？俺の車は4人乗りで、今日実家にある俺の荷物を車に積むために持ってきた。段ボールで一席埋まってるから。段ボールなんて下ろせばいいでしょ。なんならお父さんの車は6人乗りの。そこでギフが上着を着て玄関に登場。そして、そういえば引っ越し先の家の鍵をもうもらっておいたんだ。3つあるから、俺とお前たちの分。はい、2人とも。ああ、ありがとう。ありがとうございます。あ、あれ、なんでパニコさんに渡すの？私の鍵は？ないよ、必要ないだろ。お前は家族じゃないからな。え？本当は今日パニコさんとタカトが帰った後、これをお前に渡そうと思っていた。そう言ってギフはなんと義母に離婚届を突きつけたんです。何よこれ。お前と同じ墓に入るのは嫌だ。そもそも俺は両親に育ててくれた恩を返すべく、父の会社が倒産しないようにお前と結婚したんだ。正直お前と離婚したいと思ったことなんて何度もあるよ。だけど離婚したら母が悲しむに決まってる。だから離婚を切り出せなかった。自分が耐えれば丸く収まるとも思っていたからな。でも母さんは俺の気持ちに薄々気づいていたんだ。亡くなる直前に言われたよ。離婚したいならしなさいと。お前は親思いで優しいから余計なことを考えすぎちゃう子だけど、母さんも亡くなった父さんも一番願ってるのはお前とタカトの幸せだってな。何言ってんの。うちの父があんたの父親の会社のピンチを救ってやったのよ。なのに娘の私にこの仕打ち、最低よ。ふざけんな。財産分与がっつりもらいますからね。財産分与、お前は受け取れないだろ。え？覚えてないのか、俺たちは入籍する前に夫婦財産契約を結んだじゃないか。うちの父の会社が倒産して俺も借金を抱える可能性がある。そうなってお前が俺と離婚したくなった時、お前に迷惑をかけないようにと、万が一の時のために離婚時に財産分与を行わないとの契約を結んだろ。そういえばそんなことも話したような。あの時はだって私が損しないように契約を結ぶって言われたから、よくわからないでサインしちゃって。よくわからなくてもサインしたもんはしたんだ。そんな、じゃあ離婚しても私にはお金が入らないってこと？ああ。そんな。そうつぶやくと義母はその場に崩れ落ちました。そして、お父さん許して。義母が義父の足にしがみついたの。私この家を追い出されたら住むところがないのよ。ねえ許してよ。自業自得だ。この先徹底的に苦労して自分のしたことを反省するんだな。そんな。その後義母がいくら謝っても義父は許さないと言い続けたため、最終的に義母は全てを諦めたように離婚届にサイン。そして私たちが義母を放置してお寿司を食べに行き、食べ終わって義実家に戻ると義母はいなくなっていました。自分の荷物をまとめて家を出て行ったのね。それから義母は慌てて住み込みでできる仕事を探したけど、年齢的にどこも雇ってくれず、とんでもないボロアパートを見つけ、とりあえずそこでど貧乏生活をスタート。どうやらコンビニのアルバイトも始めたみたいだけど、全然使えないみたい。で結局お金に困るようになり、すでに売りに出されていた元義実家の窓を壊し侵入。数日そこで寝ていたところ、警察に通報され、あえなく逮捕されました。まあ自業自得でしょうけどね。さて一方の私はというと、無事離婚が成立した義父に一緒に住まないかと提案されて、私と高田は新築の一戸建てにお引っ越ししました。一
人で住むのは義父も寂しいだろうし、私たち夫婦はそれまで賃貸で暮らしていて、子供ができたらこの家だと狭いし引っ越さないとね、なんて話していたので、義父の同居の提案はかなりありがたかったです。3人で仲良く暮らせているし、毎日充実しているわよ。そうそう、この間パニーがご馳走してくれるということで、3人でパニーのお寿司屋さんへ行ったんですけど。いやー、高人さんとお父様が紹介してくださった女性とこの度お付き合いすることになりました。お二人のおかげで俺今すっごく幸せです。ありがとうございます。パニーさんが幸せそうでよかった。お父さんの会社の取引先の社長の娘さんなんですよね。ああ、とてもしっかりしていて曲がったことが大嫌いな方なんだ。あの方なら間違いないでしょう。ですよね。さあ、今日は俺のおごりですよ。じゃんじゃん食べてください。よかったね、パニー。いっしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。